いやー信じらんねえよな。いきなり亀山建設の社長に会えるなんてよ。お前これは超でかい話だぜ。マジで。いやーラッキーだったな。ラッキーだよ。大事だよ。異業種交流会っての。いきなり社長とかにも会えるんだもんな。やっぱりよ、世の中コネだぜコネ。だね。やるやるとは聞いてたけどさ、お前がここまでやるとは正直俺は思わなかったね。ほらほらほら、俺さ釣りに行く時なんかも名刺持ってるからさ。おい新人、わざわざ連れてきてやってんだからよ、世の中がどういうものかしっかりお勉強すんなよ。世の中コネよコネ。コネやらないなんだってできるっつうかな。楽勝だよ本当に。甘いね。たった一回の飲み会で会ったからって君、いきなり社長室に押しかけて商談とは。いやうちも舐められたもんだよね。だいたいさ、あの晩は私も付き合いでしょうがなく行ったわけなんだよ。勘違いされてもらっちゃ困るな。失礼ですが、どうしても判を押していただけないということでしょうか。わかりました。しかし我々も生き恥を晒したまま社に戻るわけには参りません。1cm、 2cm、 3cm。 わかった。あっぱれである。こう学びて真を用いる。真をなして子を学ぶ。子を学びて真を用いる。真をなして子を学ぶ。昔の考えを学んで現代に生かし、また現代生活の中で昔の教えを顧みなさいと松陰先生はおっしゃっています。古いやり方だとバカにしないで。今に生かせるものも多いはず。目覚めよ侍の DNA。時には腹切り上等、スパッとね。他にも、果たし状、壇の裏に呼び出すなどが効果的ですよ。いやー、今時こんなサラリーマンがいるとは思わなかったよ。いえ、恐縮です。まるでね、若い頃の私を見てるようだった。ほら。おー。いやー、私も3センチまで引っ張られたのは今回が初めてですね。本当に死ぬかと思いました。あ、ねえねえ君、よかったら飯くれる？いや今日はちょっと忘れちゃってて。こりゃ大物だ。